はい、ワンピースのパズルガム、こちらパズルをやっていきたいと思います。前にあの仮面ライダーのパズルをやったんですけど、だいぶ時間がかかってしまって、今回はどうなることやら。まずは枠組みを、選別していきます。よいしょ。やっぱり今の時期は台風がいっぱい来る時期で大変ですよね。が、ボンビーガールのテレビ、ボンビーガールっていうテレビが好きなんですけど、沖縄の沖縄になんか住んでお得情報みたいなのを伝えるっていうのが番組のコーナーにあるんですけど、それ見ながらなんか沖縄に台風が近づいてますとか言うと、ああ大丈夫かなって思いますね。ちょっとテンポアップして作っていきたいと思うのですが、やっぱり難しいかも。今回もまた時間がかかりそうかな。これはここじゃない。これがここで、もう一個ぐらいか。もう一個見落としてるのがあった。はい。で、これがここに、で、これが、ありゃ。無言になっちゃう。ここで合ってるのかな。合ってなさそう。あ、これがこっちか。で、これで、はい、これがここで、おお、なんかちょっとできてきた感じかな。これが、ここで、
これはここで、あとこれはここで、おぎゅっと、ちょっといいペースなんじゃないですかね。これしてこうやってで、うん、でルフィ真ん中ぐらいにいる。で、チョッパー。で、これは、この辺かな？ブルック。ルフィ、ウソップかな。これとこれの歯は違う歯。泣いてるの。あ、これだ。ここで、すごい。できてきた。この辺かな。で、なみちゃん。で、ウソップ。これが、ウソップ。チョッパー。ナミちゃん。ボイーン。三時じゃなくゾロ、三時。で、なんだっけ、なん、と、あっという間に、というのかな。だいたいできてきた。で、でね、全体像を後で写すから、ちょっと待ってください。ここで、チョッパー。できたー。よいしょ。あれ、ほい。できました。なんかほとんど無言だったね。今回の
パズルは、まあまあスムーズにできた方だと思います。